松島奈々子は日本の女優、ファッションモデル。神奈川県横浜市出身。夫は俳優の反町隆史。二女の母、セブンスアベニュー所属。1973年10月13日に神奈川県横浜市で生まれる、本名、野口奈々子。高校1年の終わり頃、ファッション雑誌、ビビの読者モデルにスカウトされ、 両親の反対を説得しデビュー。労働省のポスター、ビビに専属モデルとして掲載される。1991年、日本マクドナルドのテリヤキバーガーキャンペーンのテレビ CM に出演し、話題となる。同年11月、なるほど、ザワールドの放送10周年とタイアップした、旭化成水着マスコットガールに選ばれ、1992年度の第17代、 アサヒカ製繊維、キャンペーンモデルに選ばれる。なるほど。ザワールドにアサヒカ製繊維、キャンペーンモデルとして出演。また同年、アサヒビールの飲料部門のイメージガールに選ばれ、1992年度のイメージガールとなる。1992年、18歳から女性ファッション雑誌、ビビの専属モデルを務める。当時はバブル崩壊の時代を反映し、 バブル期に流行ったボディコンに対抗したキャッチコピーハートコンシャスサンプレイというものだった。同年テレビドラマ社長になった若大将で女優デビュー。1994年から1995年にかけてバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですのコント金未来警察レイナナニに7体陰役として出演し知名度を上げていく。1995年に テレビ CM、アベニールサリューデの、お、マカラタのセリフとミニスカートの客船美が話題を呼び、指名の仕事が急増。1996年、NHK の連続テレビ小説、ひまわりのヒロイン役に抜擢。約2000人が参加したオーディションで、朝ドラが初主演作。メジャー女優にステップアップし、以降は、ポストトレンディ女優の代表格となる。1997年、 当時所属していた事務所から独立する。松下電工の CM イメージキャラクター、綺麗なお姉さんの二代目を務め、好感度ナンバーワン女優に選ばれた。水野巻に続く、綺麗なお姉さんに奮して、話題となった。1998年、映画、リングで映画初主演を果たし、主演映画、リングでの演技により、第22回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を、 受賞する。同年にテレビドラマ、スウィートシーズンに出演。テレビドラマ、GTO の冬月、あずさ役で人気を博す。ドラマも大ヒットとなった。1999年、3本の連続ドラマ、魔女の条件、氷の世界はいずれもヒットし、話題となった。同年に、第50回 NHK 紅白歌合戦では、初の審査員を務める。 2000年8月に3夜連続で放送されたスペシャルドラマ100年の物語に主演し平均視聴率29.6%を獲得。テレビドラマヤマトなでしこでも30%声を達成し大ブレイクを果たした。2001年テレビドラマ GTO で共演した俳優ソリマチタカシと結婚。2002年 NHK 大河ドラマトシイエと 松川百万国物語に唐沢俊明とダブル主演。2004年2月に妊娠が大になり、女児を出産。その後8月には住友生命の CM で活動再開。2005年1月スタートのテレビドラマ救命病棟24時で本格的に女優復帰。11月にドラマコンプレックス。 ホタルの墓からホタルの墓で冷酷なおば役を演じ、ドラマコンプレックス史上最高視聴率21.2%を獲得。松島はテレビ誌でホタルの墓の沢野久子役のオファーを聞いたとき、当初やりたくないと思ったことを告白している。2006年、グローバルな貧困根絶キャンペーン、ほっとけない世界の貧しさキャンペーンに参加。2007年、女児を出産。 2008年3月に住友生命の CM で復帰。2009年7月スタートのテレビドラマ、救命病棟24時で本格的に女優復帰。2011年10月スタートのテレビドラマ、家政婦の三田で2年ぶりの連ドラ主演。仕事は完璧にこなすも無表情で機械的な家政婦を演じ、視聴率は平均視聴率25.2%。 最高視聴率は日本のテレビドラマ史上歴代3位体となる40.0%という驚異の高視聴率を記録した。このドラマは社会現象となり困難な実社会で働く女性たちから共感と支持を集め往年の7個の人随力を業界に改めて知らしめる結果となった。2012年テレビドラマラッキーセブンにニクール連続でドラマ出演。 2015年8月 TBS の終戦70年スペシャルドラマレッドクロス女たちの赤紙で4年ぶりのドラマ主演2019年4月 NHK の連続テレビ小説夏空に柴田藤子役として出演ありがとうございます